ザ。こんにちは。豊さん、はい、まあ、中田翔選手が電撃的に、まあ、巨人に無償で、はいはい、トレードとかやってくることになりました、はい、そうなってくると巨人での使われ方、中田選手がどういうふうに起用されていくのかとか、はいはい、そういうところちょっと聞いていきたいんですけど、まあ、それはもうほっとけばいいんじゃない聞きたいね、聞きたいよね、まあ、そうなんですよね、見とけば分かるんですけど、まあね、簡単に言えば、はい、まあ、ファーストですよね。まあ、もちろん6番ファーストぐらいかな。6番ファースト、うん、でもファーストには中地とかウィラーがいるよね、はい、あのウィラーは、はい、まあ、レフトもできるから、はい、まあ、ウィラーはレフトに行くんじゃない。あ、ちょっとなんか守備心配ですけど、そこはまあでも、まあ、梶谷もいて、はい、丸もいて、うん、松原もいてって、まあ、激戦になってくるけどね、はい、まあ言っても昨年、うん、ね、100打点以上、はい、31本塁打だよ、はい、で勝負強いし、うん、打点王だよ、はい、これをやっぱほっとくわけにいかないし、うん、まあ、中田の心境を考えるとすんなりチームに溶け込んでいけばね、はい、これ活躍できると思うよ。ただやっぱり体を絞らなきゃダメだね。そうですね。それには、まあ、ちょこっとやっぱりまだ期間はいるっていうことを、まあ、だから今どういうことをやってるかどうかっていうのが気になるけどもね、はい、後半戦に向けて体も作ってきてるだろうし、はい、その時の事故だったからね、事故っていうか事件だったから、だから、まあ、体はそんなに、あれだけど、もう一度やっぱり絞った方がいいよね。まず体重を体を絞るところからということですね、うん、だからその永田を取った、はい、来た来た、ファーストが来たみたいな言って永田を使うというふうには思えないんだよね。やっぱファームで結果が出だすようになってから上げると思うんだよ。あの今シーズンその日本ハムでその一軍でバリバリ活躍してるっていうことじゃなくて、やっぱり下にいたりとか、うん、試合出てない期間の方が結構まああったように感じたので、うん、まあまあそうだね。体的にもその一軍で慣れさせる、うん、プラスリーグが変わったじゃないですか、うん、そういう意味でも慣れるのに、リーグが変わってもね、あんまり関係ないですか、うん、中田翔のスタイルはあんまり変わらないと思う、うん、そんな神経質ではない、はい、来たボールに対して対応していくっていうバッターだから、うん、それは心配ないんだけど、まあ、ファースト6番、はい、で中地が、まあ、年齢的なことを考えるとね、うん、やっぱああいうバッターが控えに代打の一番って、大事なところでの一番って、うん、中島と亀井が控えてるって言ったら相手は嫌だよ、やっぱ。そうですね。あ、うん、だからその中田翔が、まあ、6番ファーストで背番号が10、はい、で一度阿部慎之助に預けて、はい、おお、で耐えられる、もう走り倒されるというなんかそういうそういう感じがするんだよね。一回体絞れってもうでノックも泥だらけになって受けて、はい、それで耐えられる体になって、うん、まあ、ファームで数試合出て、はい、俺は上げると思うけどね、うんうん、っていうことは、まあ、今、ジャイアンツは阪神を追っかけているような状態ですけれども、うん、この優勝争いというふうになった時にこの中田選手の加入っていうのは巨人にとってはどうですか。いや、これは中田が巨人にとってはじゃなくて、うん、中田が巨人をこう優勝させるぐらいのつもりで野球に取り組んでいかないと中田の価値はなくなるし居場所がなくなるという、はい、だからこれは結果というか、まあ、数字ではなくてそういう姿勢だよね。そうです。やっぱりジャイアンツっていうのは勝ちに対してものすごく貪欲だし、負けに対しての怖さを知ってるチームだけにね、はい、だからそれを肌で感じると今まで通りにあのはできないよ、うんうん、でまた坂本というチームリーダーがいて、はい、岡本という4番がいて、やっぱ岡本っていうのはやっぱ巨人の4番、まあ高橋監督からかな、はい、4番に座ってそこは不動で来てるでしょ、はい、だからジャイアンツの4番ってどういう精神で、うん、ね、どういう考えを持ってやってるか若くても勉強になるよ。岡本の気持ちの動かないどっしりさはすごく中田にとっても勉強になると思う、うん、いい教材がいっぱい巨人にはいるよ、はい、うん、だからそれをやっぱ勉強し自分のものにして、やっぱ自分のものにできた時にはすごく成績が上がると思う、うん、
だから俺は、まあ、今シーズンはもう無理だと思うけど、はい、まあ、無理っていうのは数字的にはね、はい、来年は40発期待できるもん。そりゃね、札幌ドームで31発って言っても大したもんだよ。そう、それがね、東京ドーム、東京ドーム飛ぶ飛ぶ。そうですよね、他の球場もセリーグも、いや神宮もホームランで安い、はい、横浜は狭い、はい、そういうこと考えたら40発は打つと思う、普通に行けば、はい、まあ、原監督の下でしか中田翔はおそらく無理だと思うし、はい、で元木ヘッドのああいう人を取り込む力のあるヘッドコーチじゃないとなかなか心を開かないだろうし、はい、だからその2人がいい具合に中田翔に絡んでいって中田翔の良さを出してくると思う。だから使われ方というよりもまずは考え方だとか、はい、心をすっきり、うん、頭をすっきりさせてあげないと、はい、やっぱ成績っていうのは出ないよ。そうです、うん、だからまあポジション的にはファーストの6番という使われ方をすると、うん、まあ、あの今回中田翔選手がこういう事件があっての、うん、こういう形になりましたけど、例えば今までずっとチームの4番っていうふうな、うん、まあ、あの扱われ方をしてきて、そして初めてですか、この4番ではなくて4番以外のところにこう座っていくという。いやいや、まあ、栗山監督がいろいろ試してあげたよね。あ、そうだ、まあ、2番中田翔もあったし、うん、まあ、6番も7番もあったし、うん、いろんなポジションをこう、まあ、中田の負担を軽減するために調子が出るまで、まあ、下位に置いたりだとかさ、まあ、いろいろ心遣いはしたけども、うん、まあ、それでもなかなか結果が出なくてね、うん、まあ、でも本当のまあ、真の今4番って言われる岡本、うん、あれを見た時にあの若さでこの精神力があって、はい、この勝負強さがあってっていうね、うん、そういうのを目の当たりにした時に、はい、自分の4番を振り返った時にね、まあ、反省もすることもあるだろうし、はい、ここは俺が勝ってるっていうところも出てくるかもから、うん、でもそれはすごく中田にとっても勉強だし、はい、でそういうものを素直にね受け入れてやるとまだまだ力あるからね、言ってましたもんね、まだまだできるからっていうのは、うん、だけどまずは心と頭をクリアにすること、もうやったことは仕方ない、はい、ね、その罪に報いるためにはファンに対してやっぱりちゃんとした成績を出してそれを答えるということだよね、はい、まあ、それしか野球選手できないもん、はい、何言ったってダメだから、それは成績で、まあ、巨人のファンの人に、うん、あ、中田改心したな、あ、中田が来てくれて、うん、なんかすごく楽、チームが楽になったしみたいな、中田頼むぞみたいなことを言われてくると、はい、まあ、まあ一件落着とは言わないけど、はい、まあ、ある程度中田が改心したということは認めてくれるというふうに思ってもいいと思うけどね、うん、そうですね、うん、で、まあ、中田選手が入ってきましたことによってもちろん使われない選手も出てくるわけでそうすると8月31まで残りわずかの期間、うん、また何か巨人の中でのトレードというのが行われるのかなとか。いや、ないと思うよ。あ、ない、巨人は、うん、ないと思う。いや、そんなにバタ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 さ、はい、チームの中をかき回すようなことはしないよ、うん、中田ってやっぱりこうある程度最新の注意を払いながら扱ってあげなきゃいけないっていう、まずそこがあるじゃない、はい、それがさ、他のトレードでしました、うん、またまた何人来んのよみたいな、はい、そうはならないと思う現場がバタバタしちゃうってこと、ただその25人、まあ、登録が29人かな今、はい、その中で一人あふれる選手が出てくるよね。そうですよね、それは2軍に行くということで。そうなんですよね、だからまあそこら辺はどうなのかな、キャッチャー2人体制にすれば、はい、キャッチャーが一人被害を被るというかさまあでもそういう世界ですからね。そういう世界だから、それはしょうがないよね、うん、もうそれはしょうがないんですけど、うん、まあキャッチャーを2人体制で行くのか、うん、まあもちろんね、誰かが2軍に行くっていうことにはもちろんなりますけど、だからまず1軍は最初から1軍っていうのはないと思うから、うん、まあ新之助のつけてた背番号10を背負ってね、はい、新之助にどんな扱いを受けるかいや、新之助も再生しようと思ってると思うよ。そうでしょう、ね、あの子も愛情が深いからね、はい、あの選手に対して、うん、だから新之助がどこまで 愛、まあ、愛の無知だよね、うんうん、どこまで鍛え上げて上に上げるか、ね、
まあ、これはやっぱ楽しみだよね。結構これはね、これは結構ね、報道になると思う。いや、思います。ああ、だから、しんのすけは遠慮しないと思うし。そうですよね。うん、だから、しんのすけに、しんのすけの成績を見るとさ、はい、ね、まだまだの選手だから。中田翔選手は。だから中田も言うこと聞くだろうしね。はい。翔やるぞみたいな。うん、もう歯向かえないですよ。もう新之助がもうノックバットも持ってガンガンやるんじゃない。泥だらけになるぐらいに。ああ、楽しみだね。そうですね。でもそこに耐え、そこを耐え切ってね。はい。まあ、中田翔頑張ってね、欲しいと思うよ。うん、本当にね。まあ、期待してるね。はい。一軍で見れることをこう楽しみにしたいよな。そうですね。はいはい。はい。